そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。突然ですけど、あなたに聞きたい。怒ることは悪いことでしょうか？僕は25歳まで怒ることはできませんでした。怒ることは悪いこと。一方的に自分の気持ちをぶつけて、感情を吐き出して、相手を傷つけ、そして自分も傷つく。物事が何も解決せえへん。怒ったらあかん。自分の気持ちを我慢して、腹立つことがあっても、言いたいことが言えませんでした。そんな僕に、ある事件が起きました。社会人になって、僕はラクロスというスポーツの社会人チームに入りました。ラクロス。それは棒の先にちょこんと網がついたとっても激しいスポーツです。みんなヘルメットして棒を持ってプロテクターつけて、そんなスポーツ、空中格闘技です。そしてその社会人チームには僕が憧れていた同じ大学の先輩がいました。僕が1年生の時に4年生最上級生です。そう、どれだけチームが苦しくても、どれだけ辛い状況でも、みんな諦めるな、最後までやるぞ。そして点数を取ってくれるチームの作戦を立てて、1回生の僕たちにも優しく教えてくれる、まさに憧れの先輩でした。僕もあんな選手になりたい、そのような思いで4年間一生懸命練習してきた、その先輩と同じチームです。1年間いっぱいお話しして、いっぱいコミュニケーションして作戦を立てて、お互いがお互いを信頼できる、そんなパートナーになりました。そしてその年にチームはとても強くなり、関西で1位突破、そして全国大会に出場することになりました。対戦相手は昨年のチャンピオンです。日本代表がめちゃくちゃたくさんいるオールスターチーム。試合の日を迎えました。相手チームがウォーミングアップをしてます。強そう、負けるかもしれない、ビビりますよ、ビビるよ、強そう、ウォーミングアップ揃ってるし、シュートも入るし、でもここまで来たんだから、俺たちは関西で1位突破、俺がやることはただ一つ、目の前の相手を抜いて、そして相手を引き寄せて先輩にパスをする、そうすれば先輩が絶対点数を取ってくれる、絶対に勝てる、俺たちならできる、何度も何度も言い聞かせた。そして試合が始まります。思った以上に接戦、俺たちのプレーが通用するやん、このままいけば絶対に勝てる、誰もがそう思っていました。しかし前半の残り10分、相手チームが守りの戦略を変えました。そこから自分たちのプレーが全然通用せえへんくなって、パスを出すところがない、シュートを打つ隙間がない、目の前の相手も抜かれへん、どうしたらいいんや分かんなくなりました。自信がなくなりました。点数はどんどん離れていきます。そして僕にボールが来ました。このチャンス、このボール、このオフェンスでこの流れを変えてやる、行くぞ、目の前の相手にワンオンワンを仕掛けます。そして目の前の相手を抜くことができました。そして相手を引き寄せて先輩にパス、先輩にパスが通る、で先輩は取ってシュート、潰されたんです。すごく激しく潰されました。倒れる先輩、そして立ちすくむ僕、これファウルやろ。でも審判の笛は鳴りません。試合はそのまま続く。で、おかちは向こうに戻ろうとした瞬間にガチャン、激しく鈍い音がします。何が起こったのか見ると、先輩がラクロスの棒で相手の背中をドンって叩いたんです。ピピー、ホイッスルが鳴り、ファウルです。相手チームがシュートをする権利があり、そのまま相手がシュートをして、そして点差を広げられて前半が終わりました。10分、15分、ハーフタイム、みんな何も言わへん、下向いてる、水飲んでる、なんでなんか思うことあるやろって、絶対やったらあかんことやったやんって。こっから逆転のチャンスで一番いい場面で一番のムードメーカーの先輩がなんで相手を殴ってファールをして、しかもそれで相手に点数を取られる、一番やったらあかんことやん。あれで僕たちの流れが崩れたやん。頭に血が上りました。どうしようもなかった。もう抑えられへんこの気持ち、どうしたらいいかわからなくなった。そして後半が始まります。僕も気持ちを整理できない。そしてチームもガタガタ。そのまま圧倒的な点数をつけられて全国大会が終わりました。そして1週間後、チームのメンバーで集まって試合の反省会をしました。技術的な面で攻めはこうやった方がいい、守りはこうやった方がいい、いろんな反省点が出てきました。でもね、先輩のあのファールのことについては誰も何も言わへん。もちろん僕も決めてました。僕は今年がこのラクロスでこのチームでやる最後の年や。今これすごいモヤモヤしてる。今までの俺やったらこれは言わんかった。そのままにしてた。どうせ出ていくから別にええやろって。でもこれは憧れてる先輩だからこそ分かってくれるんちゃうか。で俺もこれモヤモヤしてるままやったらどうしようもできへん。手を挙げました。当てられました。立ちました。みんなが僕を見ます。そこで強い口調で言った。先輩、チーム負けたのはみんなのせいやと思うし、僕もシュートも入らへんかったし、パスも悪いことがあったし、ファールもしてしまったと思うんです。で本当に先輩がいてくれたからここまで来れたと思うんです。でもね、前半のねあのファール、相手を殴るっていうやつ、あれはちょっと違うと思うんですよ。あれはやったらなんか悲しいんですよ。こっからまだ勝てるんちゃうかっていうかすかな望みというか希望があったんですけど、あれをやられたらもう分かんなくなるんですよ。しかも大好きな先輩やし、憧れの先輩やし、このチームの大黒柱で先輩が感情的になって爆発してしまったらもう終わりなんですよ。もうあんなことされたら嫌なんですよ。苦しいんですよ。だからもうあんなことは やめてほしいと思います。すいません。座りました。何言ったかも実はそんなに覚えとらんです。先輩の目もその後は見ることができず、その後 MC 司会の方がうまく丸くミーティングを収めて終わりました。そして僕はその日にそのチームを退団することになりました。ミーティングが終わって帰り道、ちゃんと言えたんかな、ちゃんと先輩分かってくれたんかな、なんかやめるのに一方的に無責任でなんかチームの雰囲気とか士気とか壊してしまってないかな、先輩のプライドを傷つけてしまってへんかな、言わんかったらよかった。後悔しました。でその夜に先輩からメールが来たんです。岡崎ごめんな、俺が悪かったと思う。熱くなってしまうとなんか抑えられへんようになることがあるねん。それはあかんことやと分かってんねん。でもそのままにしてた。それはあかんなって言ってもらって分かった。これからはチームのために自分ができることを考えてプレーする、心は熱くなっても頭は冷静でいる、そんなプレイヤーになりたいと思う。言ってくれてありがとうな。いつでもまた戻ってこいよ。伝わったんよ。拙い僕の言葉が4個上の先輩の憧れの先輩に届いたんよ。自分が思ってる自分の本音、自分の本心、気持ちが届いたんよ。すごい嬉しかったよ。今までおかっちはずっと我慢していた。言いたいこと我慢した。伝わらへん。これを言ったら喧嘩すると思ってた。でもそれが伝わったんよ。嬉しかった。今だから思う。嫌われたくないから自分が言いたいことを言わないなんて簡単やねん。誰でもできるねん。でもそんなんは仲間じゃないねん。そんなんはチームじゃないねん。そんなんで強くならへんねん。そんなんで絆は深くなっていかへんねん。言いたくないことがあっても自分が思ってることがあるんやったら自分の言葉で自分の口で伝えよう。相手の目を見て大丈夫よ。相手のことを思ってたら、あそこに愛があったら絶対その気持ちというか心っていうのは絶対相手に届くから。本当に悪いこと、一番悪いことっていうのは怒ることじゃない。怒ってる、イライラしてる、そんな気持ちがあんのに怒ってないふりをすることや。もやもやしたり腹立つことがあったらその気持ちを相手にも伝えていこう。絶対に届くから。怒ることは悪いことじゃない。はいということで、なんか思い出したね、あの時の気持ちが。もうものすごい熱かって、みんなでね日本一目指して頑張ってた、そんな大好きなチームで、そして大好きな憧れの先輩だったんで。はい、ということで、このチャンネルでは皆さんが人生を生きるために必要な力っていうのがグーンって湧いてくるような、そんな配信をやっていきたいと思います。よかったらブチって切る前にいいねボタンを押してくれたら僕の力がググンって湧いてきます。そしてチャンネル登録もよかったらお願いします。はい、ということで素敵な一日を。ありがとう。言えたかな、どうやろう。